ですよ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララファンタジー始めていきましょう。ポルカは幼馴染、クレアは可愛い。トレーニング。おはよう。爽やかな朝。どんな頑張ってるわね。土産がある。すごいわ。こっちだな、こっちに行きます。じゃあ、ちょっと行ってくる。こっちはメンバーをチェンジ。これ何？どれ？腕試しだ。なんか意味があるかもしれない。今日は店も休み。のんびり過ごすつもり。いいな、休日。少し楽。一応取っとくか。で、図書館。実は昨日の夜ログインしてまして、そうすると新イベントの予告があって、かつ このアンハピのひばりはなんでだったっけ。まあ、とにかくあれですね、イベントがオープンしました。あ、多分そうよね。特訓とかやったからかな。画面開けたら必ず特訓するようにしてるんで。そうよね。トレーニング。わかる。ああ。おう。ええ。もう。追い詰めた。あ、子供涙目。ん？これは。まあ、いつも通りですよね。
じゃあシナリオクエスト行きましょう。あいつがいないから私がマユを見ておかないと。よし。でそれで元気になるなら。調子に乗るな。ねえねえ、スコアな、スコアな。嘘。なんとルツタルドまで。そうだな。みんなよくやってくれている。それでいい。なすべきことを。やばい。イエーイ。やばい。ソーラ様。本当にそれ。ちょっとじゃない。ちょっとじゃないんだよな、こういう場合は。頑張りましょう。フックイベントじゃないよね、これ。多分パワーオブスライムは出てないから初めてだと思う。じゃ、行ってくるわね。玉木様の凱旋を。なるほどね。そういえば、やれやれ。どうですか？ちょっといい？ミド焼き。いやいやいや。あ、これは男の子の豆乳やろ。女装の。そうね。だね。おお。いいですか？はーい。はい。いかがです？なるほど。じゃ、行ってくるわね。玉木様の凱旋を心待ちにしてなさい。わからない。よーいスタート。イベント始まったばっかりでまだ持ってる人少ないから、あのボーナスの人がいないんじゃないかな。はい、つまり。そうね。あんまり表情変えませんね。はい。私たちにドーンと任せなさい。何々様に任せなさいって何やったっけ。だね。はーい。やれやれ。
うん。優しいな。ありがとうございます。考えてない自分にとってやっぱりこの優しい世界っていうのは重要な。一応やりますか。残念、こっちでした。声出していこう。応援するよ。きっとうまくいくよ。クリティカル、やめちゃって。声出していこう。元気出していこうよ。来た、アイディアが降りてきたぞ。思い切り投げて。追い詰めた。期待してるよ。ファイト一発だ。まあ、やられることはないんで。よし、頑張っ、サポートなら任せてください。やだ、やだ、とっておき使う。行きますよ。こうやって、こうして、いい感じ。そういうのは分かれてるな。きっと勝てるって思ってます。お、アルシーブだ。LB さん。ちょっと、こうだよ。少しよろしいですか？そうね。やれやれ。嘘。嘘。じゃ、行ってくるわね。玉木様の外。どうですか？まゆさんスペシャルだよ。ところで、なるほどね。ねえねえ、おへん？おお。なんでこういう服って胸のところだけ穴が開いてるのかしら。違う違う違う。
行くか。ね、わーい、嬉しいです。どうぞ。あの、でへへ、わーい、うん、あありがとう。このようにこの人がどうですか。いいんじゃない。あ、魔物だってのクロモンの、いや、どう見ても物理法則が合わん。いや、そうはならんだろう。キレイの髄じゃないんだから。現れたわね。やっちゃうから。リコリスでおなじみ、安西知花の初レギュラー作、初メイン作品が、キルミンズ、それが、親戚だったっけな、えのき、エノキリレンジャーズのえのきじゅんやだったっけ、でもネタにされたキルミンズ。自分で何とか言うから。さあ、今のうちに。自分で何とか言うから。みんなで頑張ろう。これでひときがオンになった。あと二つか。なんだかドキドキする。私の力持っていって。よーし、頑張るぞ。みんな頑張れ。あ、ダメか。私の全力ぶつけるよ。私だって。そうです。よかった、勝てたね。なんでこういう服って胸のところだけ穴が開いてるのかしら。呼吸、止まった。まだいいでしょう。
ボーナスをいただきましょう。よし出発よ。どうかしら。そうですね。そうね。はい。そのこまで。どうなんだろう。筋肉が解決する。もう筋肉。あ、そうか。弱弱だな。危機管理。確かにこの組み合わせはわかる。すごいわかる。うん。そうだね。確かにもっと弱いからな。花は。シャミ子よりまあむしろなんかリハビリだね。あ、金髪少女、金髪幸せ。やばいな金髪。カレンちゃん逃げて。いいですね。お、店長か。ユニコーン。なるほど。が。お。これは時間かかりそうね。これならきっと。それじゃそれで行くわ。負けるもんですか。覚悟できてるんでしょうね。私が力になれば。覚悟できてるんでしょうね。みんな無事に帰ろう。強い。見て見て、私やったよ。じゃ、行ってくるわね。通るんだともらえないんで、これかな。はダメだ。バランスがあったものはないな。小春で我慢するか。めんどくさいけど行くか。そうね。嬉しいです。そうね。バトル？なぜかここでバトル。周りをよく見て、はぐれちゃダメよ。そうね。A チャンネルは A チャンネルをキャラに。
もできてるんでしょうね。さあ今のうちに自分で何とかするから。この2体みんなで頑張ろう。私がついてるから。わあ、夜更かししてる悪い子はいないかな。生徒もいないし、いいわよね。気分良くなってきちゃった。のんびりするのも悪くないじゃん。すごい、ちょっとダメージがすごい。そうね。ねえねえ。うんうん。その通り。お、どうするんだ？そうだ、キルミンズ状態だ。だ。なんでこういう服って胸のところだけ穴が開いてるのかしら。説。うむ、分かってる。え？ああ、なんと、ちゃ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 、どうだ。くそ、冷静だ、カルダも偉い。前回8番。ねえねえ。だよね。高音だから。多分。マジで？そうね。あれ、うん、おや、あ、キルミンズもこういう回あったんだろうか。変身が解除できない回。なんでこういう服って胸のところだけ穴が開いてるのかしら。
ちの生徒たちはみんないい子だから助かってるわ。あ、コミカードがないとダメ。コミカードしかし持ってるっていうか交換できるんじゃないの？コミカードは多めに持っときましょう。ちょっと時間あるね。眉は今日もラブリー。あいつがいないから私が眉を見ておかないと。ちょっと待って、準備運動は忘れずに。やれやれ、そうじゃないんだよな。うん、まあまあ、本当にそれ、うん、もうそうだな。行くよ。おっと、対からこの二人と対決か。それじゃ効かないよ。守ることは相手じゃないって。私の役目だから。相手のように甘くないぞ。たまんて。覚悟できてるね。それじゃ効かないよ。とりあえずタンクになります。みんなで頑張ろう。守るものがあるやつは強いぜ。ついてこれるかな。なんか嫌だな。酔ってるんだが。やっとこう、こいつ使おう、早いうち。早いうち、どっちか倒さないとダメだ。夜更かししてる悪い子はいないかな。生徒もいないし、いいわよね。スボスだからな、この二人。気分良くなってきちゃった。のんびりするのも悪くないじゃん。それじゃあ効かな、中に追加ダメージ。ちょっと飲みすぎまだ足りないな、ちょっと。14,000も残ってるのか。オッケー。ダメだね。ほら、うわ、なんか嫌だな。ダメだ、死なせないぞ。続き、うん、やば。それじゃ、それじゃ、ね、残り1体。守るものがあるやつは強いぜ。こいつ戻った？戻ったな。大丈夫か？行く。ほら。私に続いて緊急事態ね。やっ、かねえな。うん、まだ、ほらぶん回していくぜ。必死に耐えます。みんな今だよ。効かねえな。うまい線も残ってるのか。そうか、チェンジ。ちょっと当たり前には気になるけど。効かねえな。全てを受け止めてやる。ここに投入です。たまちゃんがお相手いたします。いやや、シャッターチャンス。効かねえな。イベントスチルは見逃しませんよ。いつでやっちゃった。動けない。よく頑張りましたよ。周りを助けがすごい。ここまでにするかな。中ボスも中ボスだったし。なんでこういう服って胸のところだけ穴が開いてるのかしら。すみません、あなたとても優しい、うん、私嬉しい、みんなハッピー。ユーピクエストはなるな、戦士の修練版はまだ多分無理だろうな。回復できしなきゃいけないんだ。
これはこれか。ユリだったっけ、 BL だったような。この後自主トレだ。あれ片付け忘れてた。あれは対戦相手の敵じゃん。私たちは見せないよ。あれはまだいる。すごい。もう練習は終わりだよ。一つ残ってた。試合で会いましょう。大丈夫量みたい。ベタにない事態発生。そうそう、チェンジかな。私が何とかしないとガツンと行きます。うわ、全然ダメージ与えない。私が壁になって。出た。私は壁になって。この一手は予想外で。やめてよ。もう使ってんだよな。一気に攻めるよ。結局ヨシノンが強い。この後自主トレだ。このチームで勝ててとっても嬉しい。いいですね。吉野、つかまよみの吉野いいと思います。すみません。わー、ありがとうございます。さすがですね。おはよう。要件は？こっちは今だけ。まだですね。まだ所持できない。じゃあ通常交換だと。どれにする？そう、クエストキーじゃない、コミュカードを手に入れないと。コミューカード、コミューカードない。なんだこの黒シャベルって。あ、武器なんだこれ。ニャーレヤッサが、ニャーレヤッサがダウンなんだ。ふわー、悩むな。これそんなにいるとは思わんけどな。まあ、スカメダルを50使うんで、果たしてこれがちょっと慎重に構えないと危険。交渉成立。キラナポイントも無限だから、無限じゃないからな。これこれ、コミカード、コントメダルで交換です。交渉成立。あ、黒いシャベル交換できそうなんで。交渉成立。行きましょう。シャベルはあのキャラク、学校暮らし、あのキャラクターに使うと効果があるってことだよな。きっと。え、どれのは、
これだ、学校暮らし。あ、もう時間ですね、そろそろ。やれるときにやっておかないとね。では受注です。ということで、ここまでとなります。次回は引き続きエトワリアマジカルプリンセスミルキーニャンニャン。恥ずかしい。じゃ行ってくるわね。シナリオクエスト、玉木様の凱旋を心待ちにしてなさい。シナリオクエスト続きをやっていきます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッター、ございます。ツイッターのフォロー、あとですねツイッチもやっております。ツイッチのアカウントお持ちの方はぜひフォローお願いします。今日はおそらくドラゴンクエスト8ちょっとペースを上げていこうと思うんで、そちらのライブ配信をYouTube ライブと Twitch でやると思うんで、ぜひ見てください。キラーファンタジアお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。